石井良次と福島信弘のふだんぎだんぎ皆様こんばんはごごすまの石井良次です皆様こんばんは MBS アナウンサーの福島信弘ですはいよろしくお願いいたします、えー、しばらくぶりでございますそうですね、はい、忘れた頃にやってくるふだんぎだんぎ今日も2時間生放送でお送りいたします、えー、たまに来るから 聞けますよというこういうラジオですね <laughs> 毎週だと鬱陶しい、うん、胃もたれするぞというところでしょうか <laughs> <laughs> こっちもなかなか喋ることないみたいなところもあるでしょうか 1> r ングランプリを見ておりまして昨日独裁スイッチ企画はい、はい の人にあなた似てますね顔があのねもう信じられないぐらいいろんな人に言われますやっぱりはい独裁皆さんご覧になりました「r 1グランプリ」はまあね他局ではありますけれども芸人ナンバーワンはいンテレのね r 1グランプリ独裁スイッチ企画さんが仕事をしながらプロの芸人じゃないけどやってますみたいな人でそうアマチュアで唯一ねやろ決勝の方だあなたもはい あ、M1 グランプリでアナウンサーやりながらですけど出てません、はい、なんか境遇も似てるし顔も似てるし体型も似てるしやり口も似てたやり口って何ですかなんかねあの犯罪みたいな言い方しないといけません言われた時にはい、はい どうも申し訳ございませんみたいなね、あの感じがね。謙虚なわけないのに、謙虚なふりしてる感じがね。ちょっとそれはいろんな人的に回りますよ。いやいや、だってそんな感じ。企画さんは本当謙虚な人。そうなん。本当に謙虚な人。ですよ知り合い?。私はえっと、大学生の時から知り合いです。ええ?。彼は。多分言って大丈夫だと思うんですけど、学生時代、落語研究会に所属してて、大阪大学の落語研究会。大阪大学。 落語研究会に所属する学生たちの大会ってあるんですよ。の大会以前この番組にほらゲストで出てくださった桂天吾さんっおっしゃってたと思うんですけど落語をアマチュアでやってる学生たちの大会昨年大賞ってあるんですけどそこで優勝してるんですよ彼は。ものすごく上手な人で大学卒業した後も普通に就職してサラリーマンになったんだけど。 大阪のの、まあ、無所属の人たちが出るる劇場ってのがあるんですよつまりプロじゃない人ってことプロだけではなくてアマチュアで芸人としてやってる人たちもいて何、うん、て言ったらいいのかな関西ってやっぱりどうしても吉本興業が強いじゃないですか、はい、吉本最強みたいな感じになってるんです、うん、で一方で松竹芸能が大,き、うん、大きくあるでしょ。うん、でそれ以外にもフリーの芸人さんっていう人たちがいっぱいいるんですよ実は。うん でその人たちが出てる劇場のちっちゃい劇場なんですけどそれがあってそこでよく出てるんですよ、うん、で単独ライブもやっててしょっちゅう、うん、人気もあるんだ人気もあります、えー、ファンもついてるし、うん、チケットをかなり売れるんですよちゃんと<ー>まあ彼は多分その利益を出さないようにあのサラリーマンで副業ができないからしてるはずなんですけど,ど、うん、そういう中でもう着実に力をつけている人で、うん、もう アアマチュアとしてはトップオブトップトトップオブトップでもういろんな芸人さんたちがもうリスペクトしてるような人なんです、えー、じゃあす来るべき時が来たって感じで年の頃ならあなたと近い私同い年だと思う多分。三37歳八。多分ほんであんだけ感じも似てたら、うん、2>, 2人でコンビ組んだおもろいんちゃうと僕思ったのよ <laughs> あの2人同じようなね <laughs> <laughs> ルックスというか、その面白い感じと劣化した駆動兄弟みたいなの出てくるんでしょ。<笑><笑>ょ絶対面白い。これはいけると思う。<laughs> どうですかね。うん、いやまあでも確かにその独裁スイッチ企画さんはもう本当に天才的な人なので。うん、そうなんだ。僕は正直今ねヤングタウンでコンビを組んでますよ。うん、マンド金賞店マンドさんという人組んでますけど、うんうん、あの独裁君と組んだ方があの功名あるなとは思ってます。うん、多分勝てるだろうなっていう。ちゃんとさんも素晴らしいで。 うん、満ーさんも頑張ってるけど。ただね、もういろんな人に言われます。もうあの。コンビ変えたらってすっごい言われます。すっごい言われる。よう言うけど、それ、え中川家礼二さんやったっけ。礼二さんに。ええ、楽屋ですれ違った時、前、小僧の。はい。あの、ある、ワンのこと。おもろかったやんって言われたやろ。言われた、言われた、嬉しかった。その後、何やったっけ。うん マンドがわかんな、かわいそう。マンドがヘックスや。なことないでって言われて、なことないで。まあでも言われてんの？そう言われますね。だからそのコンビ変えたらとかっていうのは、いろんなまあ裏方の人によく言われるんですよ。M1 で裏で動いてた人とか。それ言われるんです。マンドさんあってんの？君やろ？それはマンドさんにも言ってるんです。あ言ってるか言ってるんですよ。でそやって言われたよまたって言われて、クッサとかって言って、頑張りますからちょっと。 やりましょうとかっていう電話をいつもするんです。<laughs> なるほどね。<laughs> でも独裁スイッチが <laughs> すごいですよ。四位やったんかな。四位ですよ。結果ね。日本で四番目に面白いんです。しかも今芸歴のとその上限も取っ払われてますから、関係なくでも一人でやる芸人全員ですよ。<ね S 2> す,すごいです。すごい。だから僕本当に思ったのは、福ちゃんも M ワンにチャレンジしてるんったら R ワンチャレンジしたらえ,えのにって思ってん。 わけわからんでしょうもういよいよわからんか正直 M1 でもわけわからんのですよ違う違うだアナウンサーはやっぱり一人喋りというジャンルがあるラジオでも一人喋り漫才というジャンルは多分アナウンサーにはないやんで一人喋り漫談みたいなジャンルがアナウンサーにあると思うんで R1 の方がどっちかいうとこう親和性があるというまあまあ向いてるんですかねまあありそうですよねアナウンサーが出るパターンもそう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 なんか実況みたいなコントとかね早口言葉とかわからんよできそうな感じはしますね僕10年15年ぐらい前かな 当時アナウンス部長に「僕すいません r ワ1グランプリ出たいんですけど」って言ったら直談判したことある卓局やからあかんってもうパンって跳ねられてあかんって言ってほんで当時なだぎさんが2連覇とかの時代やったんかなほんでなだぎさんとんか情報番組で一緒になる時あって「なだぎさん 僕がライバルですよみたいなことを、アホみたいに言うてたのよ。<ー>で、あの、で、部長に言ったら、あかん言われて。はい、で、そこから十何年経って、フリーになったやん。おお、そで,でえっ、ー、と、その部長さんも、もう随分ぶんを超えて。うん、で、廊下ですれ違った時に、石くんっつって、呼び止められて。はい、あの、十何年前、君はアー出たっ言うてたよなあ <laughs> 言って。あん時、あかんって言って、一刀両断して、ごめんなって言ってくれた。ええ<ー>。なん、なんですか、急に言って。いや<う>今、最近の、前の仕事。 あそういうことやりたかったんやろなあー r ワ1出たいとかそんなん言うのも今ならわかんねん俺みたいなこと言うてくれて僕泣きそうになったんですよ。ありがとうございますってまあでももう僕はそんな出られへんけども。出られますだってあれ上限ないですから関係ないですいいやでもがなよじゃなんんででで進めるるすか私自己矛盾をしょ今のは完全に <laughs> 自分でたた言葉で解けていきましたよなんかもうねつくづく芸がないって芸がないというと芸人みたいな言い方で僕ねちょっと焼きもち焼いてんねんで、うん、はっきり言うけども、うん、あのなんか最近ね YouTube とかで、まあ、AI ですか、はい、あのがパッと選んでくれては出てくんね、うんあの福島君と若狭さ,さんがしゃべって若狭さ,さんっていうのは CBC のアナウンサー <laughs> 私のニコさんでね「ねあのザタイムの全国中継「あなたもザタイム朝の番組全国中継何か横のつながりがあるのかないのか知らんけども。はいうん あの若狭さんと2人でんか喋ってるやつとかあるやんありますあんなも流れてくんねんそうですよね怖ってよう見られへんねんどういうこといや要するにねあと安住さんとあなたが喋ったりするやつもうあんなも怖ってよう見られへんねん怖いってどういうことすいや要るにだって石井さんなんかもう位が違うじゃないですか違う違うもうねラジオや本音やこんなんねもうんかあ どう考えても僕より上手に福ちゃんと、えー、トークができる、うん僕より上手に楽しく福ちゃんのことを楽しませられる、もっともっと言ったらというか目の前の、うんうんうん、リスナーさんを楽しませられる組み合わせやと福島若さ福島安未は思うとね見られへんね再生ボタンが押せないねいよく言いますよ。お前ねこれ、でもやきもちというか、うんどういう気持ちなのか怖って。 いやいいいややそそんんななことないですっていやほんまでほそういやだからそれでいくと私はもう圧倒的な力量の差を自認してるから若狭さんとか安住さんと喋るとる時はもうなんか2歩3歩下がってもうなんとか会話を成り立たせようと思って喋ってるぐらいの感覚ですから僕の時は。石井さんはね、うん、何も考えてない <laughs> <laughs> いや何も考えなくてもいいよってしてくれるから<あ>若狭さんあの石井さんの場合は。 それめっちゃ嬉しいな。あ、それはプラス。それむちゃくちゃプラスじゃないですか。それがだって石井さんのもう最大の力なんじゃないかと僕は本当に思ってますよ。まあ、あんまり褒め合いをずっとラジオでやってもしょうがないですけど。石井さんのこの、まあ、前もおっしゃってたけど、自分で、うんうん、舐められ力とか。人を緊張させない能力っていうのは、今多分一番必要じゃないですか。うん、あ、福ちゃん。うん。昨日本読んでん。 読んでる自己啓発ばっかり自自己己啓啓発発のベスト20いうのが去年のあって僕16冊もこうたわ書いたらどうですかもうぼちぼち自己啓発たか何か書いたかなあんなんじゃなくてなぜか「あんなっていうなあのねんか「仕事ができる人が誰にも言わずやっていること」みたいな本があって言っちゃってるじゃんだってそれを本になった時点で言っちゃってじゃん仕事ができる人が誰にも言わずやっていることっていう本をよなよな読んでたらやっぱり コミュニケーションに悩んでる人がとても多いんだと。いやそれはそうでしょうね。今の時期、うん、で、それは何かと、やっぱり、あの、喋ろう喋ろうと思って失敗する人が多い。と喋らんで、え、やと、聞けばいいんだと。口は一つ、耳は二つ。なぜなら、人のことよく聞かなあかんが二つずついたんで、みたいなんだろう。まあ、よく聞いたことある話だよあるね。うん、で、話聞け、聞けばいい。で。 聞くって言っても難しいから、はい、あのじゃあどうすればいいかっていうと聞き何でも言うてくださいね話聞きますよという空気を作ることがコミュニケーション上手やみたいなこと書いてあってあ<ー>今まさにあなたが言うてくれたことやなと思って嬉しかった、はいうん、かですよ。よ聞く力という本も売れましたけど、うんうん いざその人の話を聞けばいいんだと、喋りたい、しゃりが下手なんです、うん、私っていう人たちは、みんな。自分が喋るとするから、失敗してるんだよっていうのは、もうなんかわかるんです、うん。なんかい,じゃあいざ聞こうと思った時に、うん、その聞く姿勢を相手に見せるって。どうやってやったらいいか、わからないっていうので、悩んでる人は、私も含め、多いと思います。例えば、営業職とか、サラリーマン全般含め、ね。うん、これ本当に教えてほしい。どうやってるんですか、あれあ。いやいやいや、私なんか、そんな、じゃ、もう。あれかな、私。 私アホですっていううことちゃバカよんね。ていうことちゃうほんまに何かあのんていうかねうん何かねあと否定しないとかそんなことちゃうの否定しないなんか言われた時いやようあるやんそのコミュニケーションで言うとまず天気から入るってあるやんありますねじゃあ福ちゃん今日はちょっと今日の天候で何か言うて。 なんか今日は今日はんだかんだでまだ寒いですね3月ってこと、ね、寒いですけどあのなんか花粉も多いですしねみたいなそう,そうですねえ花粉も多いですよね、うん、もうあごめんもう一回言って<え>次違うの言って<え>うん違うの <laughs> えっと今日なんか風強いですよね、うん、お洗濯もなんか。 なんかね飛ばされそうで心配ですよそうやけど明日は晴れる言ってますけどねみたいな要するに違うこと言う人今日暑いですね言われてんのにえそうすか昨日よりマシですけどとかなんでそんなん言うねんっていう人中にはおるねん多い気がする自分もやっちゃうけどそうやねんそれ何の意味もないやんか確かにそうですねそこに

それちゃうかな。だからそこに対する自覚がないような気がするんですよ。自分の話広がらないって思ってる人は、話広がらないなっていうところは気づいてるんだけど、うん、次の2つ目の返事が、うん、絶対相手が思ってるのと違うことを言ってるっていうことですよね。そうんうん、そう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 。 でも全くお互いに何の情報もない人が2人閉鎖的な空間に入る場合もあるじゃないですか例えばんか商談でやってきた人が2人いるでこっちはこっち1人で迎えてるでいつも喋ってる人が「ちょっとすいませんお手洗いお借りします」って出てってちょっとその人の部下みたいな人と2人きりになった時にどうしたらいいんだろうなとかなるほどね思ったりするどの例えばこれ喋るということとは違うかもしれないけど笑顔でいるとかね 笑顔でいて。そんなその人がいなくなって、一対一になって、そっちの月、お月の人と一緒になったら、なんか笑顔で。いやいや、ほんま、どうですか。とか、言う、言うてみたい、笑顔で。笑顔で、ほんまに。ほんまに。それ、笑顔とか、あの、ええ、とか、うなずくだけでも。全然、喋りやすは違うと思う。あ、そう。向こうさんの。え、第一声は、で、どうですか。で、いいんですか。いや、もういいんちゃう、で。でも、そしたら、向こうは絶対、え、ってなりますよね。あ、え。 もうお二人で仕事されて長いんですかとかどう<ー>経歴聞くパターンでそこでなんかあ,のあんまり具体的なこと言いたくなさそうやな具体的なこと 突っ込んんでもよさそうややねの感じとしてわかるやんんだからあのえど「どちらご出身なんですか?」とか言って聞いてあ「四国です」とか言って答えたら「あこれ突っ込んだらあかんなってなるはいはい、はい」四国のどこかまでは言いたくないんではいはい,はい、はいど。どちらご出身ですか?いや」「四国の宇和島でして」あ,あ宇和島愛媛の宇和島ですか」え「えじゃあしまなみ海道あそこ尾道と僕はあそこ自転車で行ったことありますよ」とかなんとかかんとか、うんうん、話膨らんでいくそこのうん、うん、そこのちょっと押して。 ええ感感じを見るみたいなとこちゃうの。でもほら島之海道行って自転車越いたことないからどう話広げて和島ですかはああじゃあやってみようかあなたと初対面おあなたと初対面ね。あなたはちょっと大人しそうなサラリーマン。全く初対面ですね。で商談中で何上司がどっか行ったらどっか行ったどっか行った。あそういやねえあ福島さんでしたっけあはい福島さん福島ですはい。 福島県ご出身か大阪の福島ちょっと関係ない関係ない関係これはまた失礼どちらあのどちら九州なんですけど九州九州いうても六県あんのかな福岡佐賀大井熊本宮崎鹿児島今言った中にありますあるんですよそらあるわなそらあるわなそらあるわなえ最初の文字何え、みですわかるでしょめっちゃ盛り上がってるほんとだほら すごいいやすごいじゃないけど <laughs> でもこ,このこれはでもなんかすごいですね。ねまあ、そんなんなちゃう分からんけど<ー>もうあなたはあなたこそ僕は聞きたいあなたもなんかなんていうか合気道とかトークは合気道じゃないけど相手の力であれじゃないけどあなたこそねポンと向こうから来たのカッといなしたり。 ふわっと投げてみたりするの上手やねいやだから僕も安心してこんなにして喋んな、ね、い<う>何の準備もせずね、はい、こんなにして毎日放送天下の毎日放送のマイク何の準備もなく喋れんのあなただからですよよくその天下の毎日放送とか言ってるのに、うん、毎回毎回福ちゃん今日はもう福ちゃん頼みやれって毎回言うじゃないですか。<laughs> <laughs> その2か月に1回2か月もあるのにほんまでもそうやねんだからあなたはんかなとテクニックなんかあんの自分でここでバッるいやだからそれ分かんないんですよ石澤はよく褒めてくださるんですねこれもうほんと今日ちゃんとこら辺ちゃんと知りたいのもう私今37でぼちぼちそのねもう。 この仕事を極めていいかかななきゃけもっともうよそ道それられないですよいよいよ。ってなった時に自分のその強みをちゃんと知っときたいなっていうのはずっと思ってて強みって難しいよね難しいよう言われると思うな分かんないでも石井さんはんか褒めてくれるでも具体的に何褒めてんのかが毎回よく分かんないから今日はここをちゃんと知りたいそれを持ってあこれだと思ったらもうあなたの強みができるそうそう人生が変わるかもしれないと思ってもう今日はもう何もでも言えるで。 どこですかまずあの日本語に詳しいところそれやがなさあそれやがな、ね、そないやいや日本語に詳しいしそう,そういうなんか昔の知識を要知ってるやんでもなんかそれって闇にもなりません、ね、あ違う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 ,うあのそれは出し方ちゃうの出し方か例えば月から金で帯でやってたら、はあ、週に一回ぐらいで、ね。そのあ マニアック知識は毎日毎日やられるとなんかこいつなんやねんってなると思うから週に1回ぐらいでそれをねあなたはだから詳しい知識があるし年配の人ともだからこそ渡り合っていける会話術があるわけやんあと何より見た感じが優しいやん見た感じが穏やかや怒りそうな感じせえへんやかといって目の奥笑ってへんや誰かですかかかだらななななんんんとくこうか なんかすごいもん持ってるぞ感もあるみんなせやね安住さんも若狭さんもあなたも全部せの目の奥笑てへん感じがするのがミステリアスで売れる証拠ちゃうのと思ったりもする石井さんも言われるでしょ目の奥笑ってない僕はねこの間ね面白い話って面白い話あってねすごい話しりたがガって上がった。これね言うてるのかどうかわからん個人名出てくるからねまあまあそこら辺はイニシャルトークでもいいですけどいやいやこれね例えばこの人 優しそうに見えるけど絶対怖いよねっていう人っておるよねっていう話を後輩のディレクターさんとしてた名古屋で。例、うん、例えば例えばば イメージやから声優の山寺宏一さんとか優しそうに見えて実はめっちゃ怖い人っぽいよねみたいな厳しそうですよねめっちゃ厳しそうやっぱ自分もできる人だから知らんで実際分かんないけどね多分優しいと思うあと栗田寛一さんとかもんかも優しそうに見えて絶対怖いやろなみたいなそれいろんな報道があったからっても一つあるけどもでも確かに分かる言いた分かる分かるっていう話してって後輩とであれ ってふとその時に後輩に「うん、あれそれで言ったら僕もそうちゃう?」って聞いたん石井さん、うん、そしたら23人の後輩が「黙ったん、うん、だからああそうなんや」と思って、うん、あ気がついたら46歳、はい、あの優しそうには振る舞ってはいるけども,ののもうなんか実はこの人根、うん、は怖い人なんやいうのもう なんかバレてると思ってバレてるじゃないけどああなんかそう思われているうう思われてるんやと思うとなんか申し訳ないなというのとそれでいいのかなと思ったりふく、はい、ちゃんから見てどうそのいわゆる優しそうに見えて怖い人に見える石井さん自身がでいろいろ聞いたらそうじゃないいう人もいるしそうやない言う人もいるし怖い人とは思わないですけど、はいうん うん人に興味があんまりなない人だなとはんかその自分の利益になるかどうかに対する追求がものすごくしっかりしてるなっていうそれ利益ってお金じゃないですよ <laughs> お金じゃなくてこっから先自分のこの人との会話の中に身があるかどうかっていうことに対する判断がすごく手前で早いなってなるほど。ほど <laughs> IT 社長と喋ってるみたいなあの新庄監督いるじゃないですか。うん、新さんがね、うん 酒のつまみになる話に出てた時になんか私見ててずっと新庄さんはその松本ひさんがまだその時やってて松本さんの方ずっとこう向いて喋ってるその横にはナダルさんがいるんですナダルさんの方には一別もくれないんですあここであ多分この人天秤にある程度かけてま 分かんないけどそれ空気を読んでやってるのかもしれないけどなんかこう自分のためになりそうかどうかっていうことですごく判断してる人かなだからこそ上まで上り詰められるのかなとかっていうそういう,こう戦ってる人的なこう選球眼の鋭さは石井さんには最近感じる。特に昔はそうじゃなかった あそう、はい、ちょっと待って今「鋭い話してるで」でこれ相当奥深い話じゃないで昔は最初会っ,った時はそんなふうには思わなかったんですそれは単純に知らなかったからかもしれないですけどんか気のいいおじさん,、うん、なんか気のいいお兄さんぐらいの気がしてたんですけど、うん、なんかこう、うん、ここ23年、うん、もう完全にフリーにな,ってかないか,な、えーはい、か選球眼が鋭いっていうのは<ー>これはやっぱりこうああ 戦国時代に入ったんだな石井さんはっていうのはなんか私は思ってるんですでもね人に興味がないとかね今のその利益のある人になんていうのは僕心の中えぐられてるような感じはするけどね確かにそうかもしれんね確かにそうなんですか確かかにそうもしれんあの結局なんかでもね自分が楽しいかどうかとかそういうことかもしれないですね。うん でそれは僕は僕悪くないと思うんです逆にだってそれをずっと受け入れる人って、うん、もうマザー・テレサじゃないですかもうそうやって。<laughs> <laughs> 自分に利益がなくてもひたすらその人に対して向き合い続けるってよ回り先生じゃないですかもうそれだから僕ちょっと自己分析した時にそれこそ CBC に大石さんこの話したっけ CBC に大石さんという夕方の報道をずっと長らくやってきた男性の素晴らしいアナウンサー12個ぐらい僕の上かな10個ぐらいかな、はい、上の人がいて。で、えー 僕がいて、はい、で、えー、同じような,なんかその帯の番組をやるようになった時にあの感じたのは、うん、大石さんも商売人の息子なんですね。はいはい、山形県のの屋さんの息子さん息子で僕東大阪市のガソリンスタンドの息子やね、はい、でこれ同じ商売人の息子やけど大石さんはあのスタッフ、はい、全員に優しいね<ー>でこれは もしかしたら山形というエリアで要するに村全体で、うん、みんなで仲良しよう僕を翻って河内の商売人の息子は、はあ、利益のある人には毎度はお気にご機嫌さんするけども <laughs> そうじゃないところにはまあ邪賢にはせんよ、はい、せやけどあどうもどうもぐらいの感じになってんのはその。 同じ商売人のすけど地域差とかあるのかなとか分析したことはある。なるほどね。うん、であの商売敵も多いから、うん、その中で勝ち抜かねばならないという,ということかな。<ー>だからあのだから変な話前回の放送でフリーになるアナウンサーが多いなみたいな話してて葵井さんとか藤井さんとか、うんはい、上重さんとか、うん、でみんなであの仲良く仲良くっていうかフリーの皆さんで頑張っていきたいなっていう、うん。 ロンと言うちゃうけどやっぱり根はなんか怖いなとも思うしね。いやでもそれは正しいじゃないですか、うん、同業他社から一人、うん、まあ抜きんでて勝ち上がりたいっていうふうに思うっていうスタイルは、ねうん、いくら時代が変わろうと、ん、てやらざるを得ないとこだと思いますよ。うん、でかといってね今日も誰かに聞かれたら石井さんって次何目指してはるんですかみたいなことを聞かれた時に、うん、もうこれ答えられへんねん。うんいやなんかねあのー いや「紅白」の司会やりたいですみたいな最初言ってたけど、はい、別にそ,そ仕事の大小とかそういうのもゴールじゃないしとか思うとね、うん、やっぱり目の前の、うん、今日のこのラジオ、はい、明日のこのテレビっていうのを一生懸命やる以外にないんやろうなと思ったりね、うん、するとね、うん、だって4年ぐらい前に。 えー、じゃあなたの将来の夢何ですか?」っていや僕、うん、不思議発見の司会やりたいんです」って言えたか言,言われへんし、うん、でそんなことを思いませんことが、えー、始まってはい、はい、1>, 1年であれするけども、うんうん、だからそんな勝手に夢とか言っててもしゃあないなとこの仕事はとかねだあ,<ー>、うん、あのだ周りの人がね。向こう夢側から来てくれないことにはどうしようもないですもんね、うんうん、こっちがいくら言ってたとしてもみたいな、ね。だから福ちゃんでも、まあ、でもも ちょっと会社員だとまたちゃうのかな。アピールとかもして社内アピールじゃないけども、こんなのやっていきたいです言ってた方がいいのかもな。難しいとかね。そ,それはね、うん、もうこれ本当オンヤで皆さんどういう気持ちで聞いてるかわかんないけど。ね,ね、俺こん今この話な。えー、これ深夜2時ぐらいの居酒屋ですの話。そうですね。こんなな心の中えぐられば、えー、僕もボロボロやでもう。<し> <laughs> だからね本当皆さんね YouTube でこの番組過去まで全部遡ってきてるから聞いてほしいんですけど初期の不だん着談義と今の不だん着談義で石井さんの喋りは明らかに変わってると思うんですそれは人と特にゲストの方が来た時に会話をする時の話の切り上げのタイミングが早くなってるんですよやっぱり話題の切り替えがすごく早くなってるでこれは毎日毎日それはね月曜日から土曜日までずっと生放送やっててしかも時間も決まっててで話題もコロコロ変えなくちゃいけない。 で,で繋ぐんなきゃいけない時は繋がなきゃいけないっていうのをやってる人の魔の喋り方ににやっっっぱ確実になてていってるんですよ、うん、でこれは悪いことではないんですけど、うん、僕はその変化を横でずっと見てしかも目の前でその会話を感じてるから、ねうん、なんかね うん、進化とも捉えられますし、うん、このルーティーン化して芸の道に入ってる方にもなってきてるなとも思うんですよ。うん、ここまでの話を放送ですべきかどうかは議論のあるところだとは思うけれどもんこんなタレントはこの世に一人もいないと思うんですがこれは本当に、うん、あの私は常々思っているところではあるんですながで,、うんで,ね、でもそれはやっぱりラジオの良さちゃうの。 だから、これが、なんか、ありがたいことに、スポーツ日本さん、はあ、スポーツホーチさん、はい、記事にしていただいてますけれども。そうですね、ありがとうございます,す。これ記事にしにくいと思いますよ。<laughs> あ<の>情報でいうと、入り組んでるからね。そう、あの、うまいことまとめといてくださいという。他ないんですけども。<laughs> 自分が忘れないようにいやいや。もうね、だから、日々。 悩んんでななないいいいいいい人じゃやと思ますちょうど私が今37だから石井さん37ぐらいの時ってちょっとこう迷うじゃないですかいろいろ迷う四十にしてとか言いますけどほんまその通りで「ゴ後スマ」始まった頃やわ視聴率も全然上がってきえへんな「どうしよう」言うて悩んでた頃やわだんだんこう20代の時のようなガッツと体力だけで乗り越えられるような段階ではなくなってくるだんだん健康診断の数値も赤色が出てきたりもするそうなるとあれ田舎帰った方が幸せなのかなと 私なんか宮崎の出身だからこの間移住のね山口県の移住のイベントっていうのがあったんですよ移住実際にした方にお話を聞きましょうってそこで移住希望者の人たちが客席に行って私はそこで「ははと山口県ってそんなに魅力的なのどこが魅力なんですかとかって聞いて山口市はニューヨーク・タイムズかなんかが世界で3番目の街に選んだんです2位がパリ1位が北米っていうどういうランキングだったよね位北米ってなんだいうね。 そういうこうなんかこうランキングとかでもすごいなそんな世界でも人気があるんだとかねで駐車場代がタダなんです子どもの医療費がどうのこうの病院もいっぱいあります都会だから別に困らないですいいなぁみたいな思い始めると放送業界でねこれから戦っていこうと思っている今自分の心がぐらぐらっとこう揺らぐ時あるわけですよ。 この仕事自体は好きやけどな。大好きで絶対やっ今こうやって放送でマイクの前で喋ってるのも大好き。大好きやけどな。カメラの前でちょっとしたリポートするのとかも好きなん。大好き。大好きなんですよ。ノレンオペロンとやって。はい。すっげやね。それでちょっと編集に後から口出ししたりするのも嫌いじゃない。そうなんです。よあそこもうワンテンポ早くなった好きなんだけども好きなんだけどわかるよ。なんかフラフラフラッとね。人生一度きりとかね。今日が一番若いとかいろんなあれ。そう。使い るるされたこともあるけどわわかまあ言ったら川の流れのようにで、ね、流れたどり着いてここまで来たけれども、うん、このままこの川の流れに身を任せていってって、うん、どっかで滝があるんじゃないかとかね、うん、滝の下に,下にちゃんと壺、ね、滝つぼがあればいいですけど、ね、みたいな。でも、あのー、間違いなく上のはやっぱりなんか「ファイヤー」とかあるやん。 FIRE っつってあのもうなんか何億貯めてやめますみたいなあれ,あれやったら大概なんか生きがい失うっうて聞いたことあるよつまりねあのデイトレードとかして何億と稼ぐ人を売るやんあれでね45年前なんかドキュメンタリーで見てんけどその人毎日何億のトレードして何千万と利益上がってんねんでもその人夜何するかやったらコンビニでアルバイトしはんねん時給1,000円ぐらいで。 なんでそんなんするんですか?」って言ったら「はい、社会とつながってたいんです」って言いはんのあなるほどなと思ってあの要するにやっぱりなんかそのデイトレードだけの数字の羅列ではなくね、はい、なんか社会とつながる人とつながるなんか役に立ってるみたいなっていうのは人間の根源的なね<ー>喜びやから,<ー>だからあなたが山口に移住してもなんか仕事 はもちろん仕事すすると思います、うんうん、でもこうね謀<う>殺されてしまうぐらいならばということをちょっとこの後フふらふらって思っちゃったんですよ、うん、もうそこからもう YouTube の履歴、うん、宮崎移住山口移住、うん、和歌山移住 <laughs> もう検索ワードそればっかり。 移住して何をすんの知らんがなだけどなんかそのそれが分かんないんですよ畑仕事をするのか自分のってる時間大事なやことな。わかんないけどなんか今まではもうとにかくまっすぐ向いて放送というものをとにかくこう頑張るんだとこれからいかにどんなメディアの波が来ようともその中でもがき苦しんで先輩たちも頑張ってる石井さんも局アで頑張ってる安住さんも頑張ってる若狭さんもやってる俺も頑張ってついてかなきゃいけないと思ったけど気付いたら地方

かと思ったら埼玉に家を建てましたみたいな年賀状が届くわけですよ、ね。うん、あそういうこともあるのかみたいな。あ<ー>あキロ俺はキロに立たずにまっすぐ進んでいけばこのままハイウェイがずっとまっすぐ伸びてると思ったものの、うん、どうもジャンクションに差し掛かってるかもしれないなっていう,こう気持ちがね。周りの20代30代結構やめる人多い まあそんなに MBS はそんなでこの間ね後輩が一人辞めましたけどあ<ー>まあでもそんなにまあ今だって今の20代の人、えー、就職したわけやろ、うん、20代でそ,<う>それで「よし60までいるぞ」って考えてる人って、うん、100人中何人ぐらいにやろって思ったりするもんね。そううですよねいやお,おらんのちゃう かもしれない向いた話をすればですもうすべてを向いた話をすればやっぱ口を開けば転職転職の話は1年目から出てましたやっぱみんなそう思うとそう思うとなんだけど私は MBS がやっぱり放送が好きだし私はカフスイッチを上に上げた瞬間タリーランプがついた時が一番興奮するんですよやっぱりね。それがが言えの偉いわ 俺な昔俺,俺って言ってしまった僕ね昔あの一人称どっちでもいいですけどあのー、そうそうとあるね、はいあのー、生放送見てたのテレビでね<は>こ,この話もかつてしたかもしれんけども、うん、あのアナウンサーが出てたわ、はい、どこの曲とは言いません。うん、でそのアナウンサーが今日はね 僕ちょっと会社にあんんまりたたくなかっっです、うん、ちょっと朝なんか乗り気じゃなくて起きれなかったしみたいなこと言うてたのを見て僕もがっくりしたのそれで。いやこんな楽しいテレビに出る仕事してる人が来たくないなんていうことがあるんだ、はい、っていうか。うん 僕らほんなそれ何見せされてんねんと思って嫌なんか嫌や,<ら>や,やったらほなやめてま,いらやめてまいぐらい思った小学生ながらそう思うとねあなたが言ったその花粉がオンになった時が一番幸せで、うん、僕も思うもん「うん、午後そば」とかこう生放送やってる時間が一番20時間の中で幸せと心の底から思うから思い続けたいしあなたがすっと添えて出るのは偉いなと思うだから「幸せ」っていうワードはなんか違うのかもしれないですよ、うんうんあらば 幸幸せってなんかこう幸福に包まれる瞬間ですうん、うん、どっちかというとタリーランプがついた瞬間って何にも考えない無の境地に入るというか伝えなきゃいけないこととか喋んなきゃいけないこととかとにかく時間を埋めなきゃいけないっていうことにまっすぐになるから集中してるこうそうですね多分剣道をやってる人がその稽古に打ち込んでる時みたいな。 真剣勝負の時の集中力みたいなものを感じてるのかもしれないです。石井さんはそうじゃなくこう楽しいわバラの花がさあって咲く感じですか。<laughs> 僕最初はそうでしたよ。<laughs> なんかこうバラの花がぱーって咲いて <laughs> なんか見たことない青い鳥がチュンチュンチュンみたいな空気感でしたよ。<laughs> なんかね。 最初ほんとカメラの前に立った時とか幸せの世界幸せでしたもうテープが回ってる時間っていうのはちょうど20分でしたよね、うん、<laughs> 20分間はなんかこうファファファっていう<ー>キラ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 ってラメが輝いてましたけど<ー>今どっちかっていうと僕の場合の幸せはあれかなこうやって福ちゃんなり「ゴゴスマ」のコメンテーターの、うん、いわゆるなんかプロフェッショナルと言われる人たちと会話ができるっていう幸せかな、はい、どっちかというと何の話してんのさっきから。え さっきから何よこれええー、やいのええのいいじゃないですか別に喋りたいこともないんでしょって <laughs> ちょっと待ってよ三月もね <laughs> もう年度末で、えー、不思議発見が三3八年ですか長い歴史の中でね最終回が三月の三十だと思います三、うん、時間スペシャルですんでまたぜひ見ていただきたいと思いますあちょっと待って、うん、今ね 熊本放送のアナウンサーの方吉田さんという方なんですけど RKK 熊本放送の方が「これハッタグ普段気段着」でつぶやいてますけどねなんやろなわかるししみるわこの仕事大好きやけどって書いてるなんていう人やそれもう電話つながなあかんでそんなになってきた吉田昭夫さん女性か男男性性の方 何年目ぐらいだろうな、うん、私も相互フォロワーですけどねあそう、えー、実況担当されてる方であのよろしかったらちょっとその、うん、あメール送ってもらって電話つなぎますあうちょうど焼きそばかおるさんも今日来てるから、うん、そういうこう地方局とのつながりみたいなことで言ったら RKK は系列やし行けるよそうですよね、うん、まあ 後で成木村さんっていうあのベテランアナウンサーとも一回ロケしましたから「RKK」「ゴ <laughs> <laughs> ごスマ」が熊本で始まる時にほんでね熊本城行ってねお土産を買うてもろってね「はい、木村さん出しといてくださいよ」「RKK」ってあれでしょ「R 金金でしょ」言うて。 うん、カットされてた。あ k 経験から、ある金がね、ああ、言うて。そしたら、なんで返して。そしたら、あの、なんだよね、言うて。なんで、なんでやね。ちょっと吉田さん。ちょっと吉田さん、もしね、わかるわ、しみるわって、これ全国の三十代、四十代のアナウンサーが感じてることを。言えたんだと思うと、ちょっと嬉しい。いや、これだからね、もう、どこの。別にアナウンサーじゃなくてもか。そう、あのね。放送業界が今抱えているいろんな課題を。 リアルに今私は多分あのんていうか明るく楽しいラジオでねラジオには愛がとかラジオには夢がっていう見せるパターンの番組はこれはこれでやっていただきたいんですいっぱい私たちもそういうのはやっていきますけれども一方でやっぱ葛藤もありながらね FM の何々がなくなりましたとかね AM 停破しましたとかね MBS も京都の送信所がなくなったとかそういうのを聞くとねだんだんこう。 タイタニックが沈み始めてる感じはするわけですよ。いや、でも、そうやな。で、その中で生きていく、私たちの陸民はですね。うんうん、皆様と共に、やはり、こう頑張っていきたいという思いもありながら。一抹の不安もあり。でも、福ちゃんの、その、なんか、周りが。独裁スイッチ企画さんが、ポン出てきたり。そうなんですね。なんか誰、それがやめたとか。うん いろいろ聞いて不安だったいうあなたがねそういう弱いところをね、うんうん、見せるのあんま少ないのよいうときの私とあなたがねもうどれぐらいの付き合い ?4 年ぐらい5年ぐらいも,うちょっもっとないコロナ前から,ら67年、うんうん、あなたがねそういうのを見せないのよあなたはね割とこう強いからねいい、うん、いやいや強くないです、うんうん、その今の弱さを見せてくれて私は今泣きそうです。なんか嘘つけ 全然目どうにもなってまませせんんよよ目の奥に涙見えうこうやって本音を言ってくれたしかもこんな皆さんが聞いてるラジオで言ってくれたのはあ僕は信頼されてるんだなとそうそうそうだからこれやっぱ聞き方が上手だからだと思うんですよ石井さんの聞き上手によるものだと私はだってこんな話しないわけだから普段は嬉しいわうんお父さんお母さん聞いてるかな宮崎のこれがね聞いてないんですよなんでやのラジコでラジオを聞く文化がないんですよなんでやの MRO さんやろ MRT さんやろいろんな人と付き合いすぎてわけわかんなくなりました MRO は北陸や MRT さんやろ聞いてくれへんかまあなんか時々聞いてるみたいですけど元気なのお父さんお母さんは最近膝が痛いって言ってねお父さんお母さん大事にせなあかんでちゃうねんほんまに寅さんじゃないゃうねんちゃあねほんまに久しぶりに帰ってきたのかよ昨日見たかちびまる子ちゃんをちびまる子ちゃんを君は見たかと。 たらこさんが63歳で亡くなったやで俺はちびまる子ちゃんを見たわけ、うん、ならあのオープニングでイラストで「請求されました」うんはい。で2015年の、うん、再放送をお送りします、うんはい、9年前の、うん、どんな回なんやろうって俺30分見たの真剣にそしたら、ねうん「おばあちゃんが、はいえー、誕生日です」と。まる、はい、ちゃんが、えー、誕生日に あの何かプレゼントせなあかんでも切羽詰まっていつも肩たたきけや最終的にどうしようっていうドタバタ劇やねんけどおばあちゃんとひろしつまり丸ちゃんのお父さんとの関係性とか最後の家族揃っての夜桜見て宴会するみたいなところでものすごい思もてん家族って大事やなってでやっぱりその年を置いていく母親父親とかを大事にせなあかんっていうのをね。 そのタラコさんが亡くなあれタラコさんっていうんだねタラコさんや<あ>ってたそうなんですね、うん、タラコさんタラコさんすごいねなんかグッと来たのうん,うんだからあなたももうお父さんも八十歳ぐらいそこまでいってないから七十四かな七十四やろ、うん、大事ですな人生なあかんねそうですねうん。うーん という話で <laughs> R.K.Q は繋がったんがいいな本に親戚に会いに来たわじゃじゃほんまにそう <laughs> 親戚の家に来たんじゃないんですよ、ね、心の底から<や>マルコちゃんから学んだ、うん、ああいうアニメーションは大事にしていきたいなとやっぱ思いますよねあのちみにマルコちゃんもしっかり サザエさんもしっかりななんか殴り合いのアニメばっかりじゃん。そうね。だから日曜のね六時七時って実はようできてる時間ないなと思った。家族みんなが団らんで見る。マルちゃん今日は何するのみたいなね。そうね。おおベイビー。何をやっている。なんでマルちゃんじゃないやつばっかりやるんですか。普通マルちゃんをやるんじゃないですか。浩半夜続く。いやキートやまださんもやってないんだからもう今。 そうですねだからもうほんとにそういう意味で言うとこうね SNS でもうやたら何でもかんでも批判をし議論は大事なんだけどもう悪く言ってメディアはもう権力の塊で悪いやつだもう政治家は全員悪人だみたいなことをずっと言い続けてかというとデモ行進をしてる人たちは悪い人たちだみたいな宗教に溺れてる人たちはおかしいんだみたいなのをただただ叩く叩く人否定する否定する。そのメディアにと こう、今のね、うん、今までの放送文化が作ってきたメディアと、うん、まあ、対立構図みたいになっところ。うんうん、その狭間のところで、今、私は三十七歳。うん、ちょうど、こう、どっちもやっていかなくちゃいけない中で。すごく、こう、心が揺らいでいるという。不段着、男気ですよ。ありがとうございます。<laughs> い,やいや、本当に。ありがとうございます。<laughs> あっさりしてんな、まとめ方が、ね。いや、いや、もう。 まとめるのに困ったときはありがとうございます。ありがとうございます。はい、えじゃあ続いての話題に参りましょう。よう見てみ、大体もそうやから。よう見といてみ。よう見なくてもそうです。最近肺多いですよ、石井さん。はい、肺まとめ。本間。はい。ああもう。前はなんか意地でも言ってやろうっていう姿勢が見えたけど、最近石井さんはもう言わんといて。最近石井さんはもう言わんといて。 じゃあ続いての話です。もう言わんといて。そこらが今年は早いみたいな。やめて。私は妨害がもう肺肺にチェック毎回肺をチェックで数えてた私は正の字で。あはいはい。なるほども禁止やで。なるなるほど。でもそれは前からおっしゃってますよね。なるほどあんはいかんはあかんからね。ただね。うん。何でもかんでも司会者が。うん。 試験的なことを言うてまとめるのもどうかなっていうのもあるねわかるわかる,分かるそう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 最近そっちやね最近そっちやねん,そやね,んそやねそうだだからあえての灰やねんわかるその灰に込めた喜怒哀楽を感じ取ってほしい古田地さんがおっしゃってたのもそうですよねそうやねん、うん、この匂わせることアフレれ出させることはできるんだと司会者は自分の意見を言わずにぐちゃぐちゃな優位なとうん ハイの二文字に気持ちを込めろとそこで伝えてナンバーやろとそれをなかなかお前公的な放送の電波を作ってやな何をなかなか喋ってんねんといらんことせんでええねんちゅう話怒るでしかしちゅう話やな大弁ありがとうねそこそこもだからみんなねちゃんと考えてんのそう 無無考えでやってる人はいない。当たり前みたいにネットに悪口書くの。いや,いや、<う>別にね。全員。本気で。もうちょっと、これも普段着、普段着。あ、うん、そう。本当。あなたね、そんなな。ネットの悪口、そんなに狂気に怒らんでええかな、そんなもん。あかんの。ええやんかいな。<laughs> これが全国ネットで司会をする人って。人が怒っていたら、自分はそれを超える器の大きさがあるのだということを表現することによって。自分の存在感をより高めるっていう、どっちが正しいと思う?。どっちが正しいと思う?。どっちが重ねてると思う?。企画です。十年後。違う違う違う。やん。あの。いや、わかるんです。私もそっちができるようになりたいの早く。ありがとう。だけど、でもさ、これを言える人がいないと、石井さんみたいな存在の価値がないわけじゃないですか?。嬉しいわ。デコボココンビやな。 ということやろパティンとハマってデコボコやなそういうことですということで <laughs> はいということでね今日もね、えー、お送りしてまいりますけきましょうよもう、えーえー だいぶ冒頭でねヒートアップしてしまいましたけれども今日もメッセージがねたくさん届いておりますのでありがとうございますご紹介いくつかしておきましょうええ羊の羊さんからメッセージ羊の羊さんですかそれとも羊の羊ですか羊の羊さんですね少し前の話です羊の羊さんですね羊のお世話をしている人ですね羊の羊さんですね羊のお世話をしている人が羊の羊ですね羊のお世話をしている人は羊界ですか羊が羊なんじゃないですか羊は羊…ん 羊のシャンプーハットはシャンプー鉄次です,です、少し前の話ですが、うん、1>, 1月に繁盛亭にて桂源太さんの落語を拝見しました、たこの間来ていただ、うん、その日は残念ながら師匠の桂寂太さんが体調不良でお休みでした、うん、ここぞとばかりに師匠をネタにして笑いを取られていてさすがお笑いをなりわいにする方は師匠の不幸まで利用されるのだなと感心いたしましたふだ、うんぎだんぎで源太さんの予習もできて得した気分でしたありがとうございましたというメッセージをいただいております。うん、はい 師匠の病気まで笑いにするという、うんそれはさすがじゃないか。なるほどね。これメディアでやると叩かれるんですよ。ああ、そうなのうじゃないですか。うんだかそのそういうことでしょ。だから。 うん、もう時代が変わってきたってことかな。それもなんかだから、その、うん、もう叩きたい人は叩いときはいいやっていうのもあるんだけど、うん、叩きすぎじゃない？お布団じゃないんだからと思いますよね。<laughs> 森口氏のいのちゃんからいただいています、えー、福島さん、石井さん、前田さんを褒めてあげてください。前田さんは前田の前田はるかアナウンサー、うん、先日開催された大阪マラソンで前田さん,ん、ね、完走されました。すごいじゃん。 僕も大阪マラソンでランナーで参加し前田さんを見つけて走りながら会話をしました普段気着気聞いていますと話すと爽やかにいつもありがとうございますと初マラソンで大変でしたが愛想よく返してくださりとても嬉しかったですまた写真も撮ってくださり嬉しかったです、うん、え石井さん、福島さんがずっと話しっぱなしかと思いますが時間があれば大阪マラソンの秘話などがあれば聞きたいですということですが猪ちゃんさんすみません今日は前田さん出ません。<laughs> <laughs> 前田さんでもなんかちらっとネット記事で見てた5時間の中盤ぐらいで走ってなかった5時間二十何分ぐらいでね立派だね全く初めてもう粒の素人が一応練習はしてたんかないやそれはもちろんやってましたけど<ー>それでもなかなか難しいでしょ僕ね2013年にね、はい、最初で最後のフルマラソン走ったことあるっ実はねそれがねそれこそ能登半島のね「うん、万葉の里和倉和倉万葉の里マラソン」やったかな、うん、何してるあのあの 今回地震があったあああの辺を走るっていうマラソンで、うんはい、忘れもせんい四時間五十九分何秒でギリギリ五時間忘れもしちゃないました。<laughs> ギリギリ五時間を切ったギリギリ五時間切った。でねあのすごい、ね、周りでお本当にねよく言うじゃんあの沿道の人の応援が力になりましたって、うん、あれ本前ね。あそうなんですか。頑張ってとか言われるだけでちょっと力になんす。でそ前田さんも言ってました。言ってた。もうやっぱりその頑張ってって言われたらやっぱり頑張って。うん 頑張れてしまう頑張れんの3 0キロ地点ぐらいにねちょっと軽食コーナーもあってねその時はねすごいなと思ったのがね味噌汁やねん寒い時期やったから味噌汁やねんけど柿の味噌汁やねん名産で美味しいねんけど3 0キロで俺柿がなかなかやなと思って個体もしんどいよっていう時にねままあだ 薄くただきましたけどそうなかなか大変やったでね当時当時まだ4歳ぐらいやったかな娘も見に来てくれてるかもう残り 150m ぐらいのところで娘が見えるわけなら「パパ 頑張って頑張ってってでもうヘロヘロやんで時5時間切らなあかん僕の時計見たらもう4時間59分何秒になったら「やばいやばい」でうわ走るやんでパパ頑張って言ったら「追いかけてくんねん4歳ぐらいの娘が後ろからパパ頑張って」ってでうわ泣き出してでパッと後ろ見たらそれで何かつまずいてこけてんねんうわい!」でお前そっちも振り向きたいけどあかんって「うわい!」でゴールして4時間59分20何秒でギリギリ5時間を切ったっていうそんな思い出や子供さんはあのなんか 薬もいってたわ。そうか、かわいそうに、かわいそうに、わのとまで。それも思い出ですね。やりな、あんたも大阪マラソンぐらい。やだ。なんであんなことしなきゃいけないんですか。そろそろオープニング終わりだそうです。言われておりますんで。この後ゲストも登場します。お願いします。はい。絶対走りません。そうですか。 さあここからはゲストコーーコーーーーナナききつばのでお付き合いいただきます MBS ラジオへのご出演経験がまだ少ない方でこれから大活躍されるあるいはもうすでに活躍しているという方をですね<お>迎えようというコーナーナです今回お越しいただきましたのは陸上競技とタレントの二刀流生活を送るという北川光さんです。

それか私がプロフィール言いましょうか。どっちにしよう。どっちでもいいですよ。えとまじゃあの軽くあ自分でおいます。えらいすごいそこでねお任せしますと言わない。私がやる。えらいひかるちゃんありがとうございます。お任せするパターンの人もいい人が多いとどっちでも正解ひかるちゃんどうぞ。はいえっと自称日本で唯一ミュージカル学ぶ長距離選手こと北川光です。えっと今は えー、大阪芸術大学女子駅伝部でミュージカルを学びながら、うんえー、長距離というか駅伝部に所属させてもらっています。えっ、ー、と将来は、えーまあ、長距離で、えー、と世界に羽ばたきながらタレントでも日本で活躍できるタレントになっていきたいなっていうふうに思って活動しています。よろししくお願いいいいますすもう訳がわかかららなやだごい <laughs> え 要するに現役女子大学生ということですね。すね女,女子大ではないけど。大学生。学生はい、まあ今年というか、まあ今月卒業するんですけど。あ,あ、おめでとうございます。じゃあ四年生だ、二十二歳ぐらい。二十二歳でミュージカルを習っている。 そうですね。大学の専攻がミュージカルを、うん、あの専攻しているので、ミュージカルを学びながら、うん、まあ放課後だったりとか朝は、うんえー、長距離選手として練習を積んでいるという感じです、えー、ミュージカル俳優さんをじゃ今目指している。いや今はタレントを目指してます。タレントを目指して、はい、ミュージカルはまあ自分の。 うんスキルにつながるかなと思ってやってるって感じですね。えじゃあそもそもその大学でミュージカルの勉強しようってなったのは、うん、別にミュージカル俳優さんを目指してってわけでもなかったんですか なりたたかったんですけど、まあ、<う>大学にもその演技だけの演技コースっていうのもあったんですけど、うん、まあ歌とかダンスも結構好きで、うん、あのダンスもちっちゃい頃から、うんえー、習ってたりしてたので、うん、まあスキルアップにつながるんじゃないかなっていうので別にミュージカル俳優さんになりたいっていうわけじゃなかったんですけど学べると思って、まあはいろいろやれるんだったらそっちの方がいいかなと思ってや、えー、どういう授業を受けてるんですか、うん 歌とか発声ももちろんそうですし、ダンスだったら。なんか普通にポップもやったりとか、あのジャズとか、コンテンポラリーとかやったりしますね。あと演技もやります。全部できる。まあ、でもそこまでめちゃくちゃ得意ってわけじゃないですけど。広いですよね。大阪芸術大学に、そういうミュージカルを学ぶ学科があるん。ね。そうですね。はい。ほんで。 長距離のランナーっていうのは何の <laughs> 駅伝っておっしゃった、はい、駅マラソンじゃなくて駅伝ね、はい、え何キロ10キロからい走るの、えっと、私の専門は、うん、あの今は5,000と1万メートルなんですけど、はい、一番得意としてるのはハーフマラソン。 でちょっとタイム聞いていい？5キロどんなもん？5キロはえっと15分45秒です。おお、ということは1キロ3分9秒。はい。1>, 1キロ3分9秒やろ。うん、1キロ3分9秒でで、ね、だからこれはすごいよ福ちゃん。はい、あのね <laughs>、うん、50メートル9秒5のペースで5キロ走り続けるね。地獄ですね。あなた50メートル9秒5やろ全力で走っても。 9秒5もいかんせやろはいそんなもんやな9秒5ぐらいでそうですねそれぐらいだと思いまう10キロでも30分台。い10キロは32分39かなえハーフはハーフは1時間10分50秒ですあ1時間10分50秒これかけるにしたら2時間20分で女子マラソンの記録になるよねまあそうですけどそういうもんじゃないんだよねそんなもんじゃないですねマラソンも走りましたけど一回えどうどやった いや、え、二時間三十四分かかりました。え、ちょ、ちょっと待って、二時間三十四分。はい。もう、もうすぐプロやね。あ、はい、次、というか、四月から。プロになります。え、え、ちょっと、なん <laughs> 大学出て、何、プロの陸上選手になるんですか。あ、プロ、陸上選手しながら、タレントします。えーえー、いる、そんな人。<laughs> いないんであのパヨニアでやりたいなと思って。パヨニアですね。パヨニア開拓者、増田明美さんとかもそこまで早くはないですもんね。その<ゆ>スタートするの。あのね実績やってからですもんね。んねえどこ所属するの？プロの陸上となるとなんか実業団ってこと？あ,あ実業団です。言っていい<あ><れ>？大丈夫です。どこ？えっとユニバーサルエンターテイメントっていう千葉県の。レコード会社？ ユニバーサルってレコード会社。いや、あのレコードじゃなくて、あの。パチンコとか。パチンコの。会社が持ってる団体に。所属して。ユニバーサルの陸上部ってこと。そうです、はい。はあ。ほんで。なんやの、タレントっていうのは、どういうことなの。タレントはどこ所属。あ、松竹芸能。東京松竹ってこと。あ、はい、今は大阪なんですけど、東京松竹に変わる予定です。それ、並列でできるんです。 はい、あの私がまずプロになるというか実業団に入るときに私はもうタレント活動したいんだって言って、うん、それでも OK なところを探してタレント活動しても大丈夫ですって言ってくださるありがたいところにそういう企業さんがさん何社かあったので、うん、それでユニバーサルさんを、えー、選ばせてもらってっていう感じでそれで、うん、あの両方させてもらえるっていうありがたい環境にいかせてもらいました。 まさに二刀流で、はい、えっと、平、昼間は練習をするんかな、陸上の。そうすると。そうですね、昼間とか朝とか。いですね。で、えっ、ー、と、松竹芸能では、お笑いですか、タレントというの。あ、タレント枠で、一応。タレントって、なんか、バーンとしてるけど。広いですよね。ど、どんなん。石井さんもタレントでしょ。私は。<laughs> 私はもう一司会者や。 司会者フリーアナと言われるのも最近違うなと思い始めた話だとまた40分になるからちょっとヒカルちゃんどうタレントっていうのは俳っと役者ではないミュージカルでもない何をするのがタレント 将来は役者というかそのドラマとか演技のお仕事もやりたいんですけどまあ今というか陸上をしている間はとりあえず陸上で実績を残した方が将来,その将来につながるというか今後の芸能活動につながるんじゃないかなって思うんで。今この陸上を,陸上を メインにやったっほんなでも最<初>う最終ゴールはそのテープを切ることではなくて、はい、その向こう側にあるタレントで売れる、はい、っていうことが最後のゴールって、はい、こ,こんだけ明快に言ってくれる女の子いてへんでそれがね、うん、その本当にもうその陸上競技でもう必死こいてやってもそこまでいけない人がいっぱいいる中で、うん。そうや 言っちゃうとですよ、うん、言っちゃうと踏み台にするわけじゃないですかえでも本当に踏み台ですよ陸上 <laughs> <laughs> えーなすごい気持ちがいい <laughs> そ,もそもそも芸大時代のミュージカルだって踏み台やろ言ったらまあ,まあ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 、最終ゴールはタレントですもんね,ね最終ゴール本当に最終ゴールはタレントですタレントって何やじじゃじゃん具体的に言うとタレントになってどういうことをするのが何さんみたいになりたいってあるのあでも本当にあのー あの森脇健司さんみたいなやつ、天才みたいなたい。あの走りながら、松竹はい、庄司の先輩なんですけど、うん、あの人走りながらタレントやってる人っていう認識で合ってま <laughs> いや、私の中ではもうその認識なんですよ。<laughs> もうあの、やつだ大佐団長とか？<laughs> あ、でも赤坂五丁目マラソンとかえー、きっかけになるよね。あ、そうそうです。そういうのも出たいですし、うん、なんかこうゲストランナーとかでもそういううんあのまあイン 競技を引退してもそういうのやりたいですしテレビでもその走る谷川真理さんみたいなそうっちゃうのかそち,ちゃうかあれだから前例がないあまあ前例ないですねだから好きなタレント<ら>目標とするタレント森脇健児さん 目標とするっていうか尊敬してるっていう意味で2つやってらっしゃったその生田絵梨花さんあのあ<ー>ミュージカルとアイドル二刀流というジャンルかそうとうか、はいね。なんでま全然ジャンルは違うんですけど、はあ、まあどっちもこう成功 ししてらっしゃっゃゃたじゃないで,すかでも、ね、なんかねミュージカルとアイドルは歌い踊るっていう点でまあ、まあ、こう共通項があるような気がするんで、うん、人前に立つステージの上でやるでも陸上競技とタレントさんって、はい、こうなんとか重なるところののりしろがあんまりこう見えないんだけど、はい、その辺はどうなんですかそれが面白いかなと思ってんかそれ,でそれが面白いからそれなんか陸上を こうめちゃくちゃ早くてそれでタレント活動もしてたらなんか面白いって思ってくださるそのこの会社というかそのテレビ局の方とかがいるんじゃないかと思ってあの <laughs> いや,いる,い,やい,いるからこそ今ここにいてるわけですごいな強いえほんなら もいっそオリンピック出るぐらいまでなるつもりもあるわけでしょうでも本当にオリンピック目指せるなら本当にロス、うん、オリンピック目指してますロスは何年後4年後、えっと、5年後ですか今年が今年パリやろあってその4年後なんで、うん、4年後やろ四年後かえ年あ4年後ですねうの可能性あるのこのタイムだとあるよね まあ泣きにしもあらずって感じですねいオリンピック泣きにしもあらずって言ってみたいもん泣きにしも泣きずですもん私はそりゃそうよ泣きずじゃないいやいけるなだからまず四年はそっち本腰入れてということでもないのかまあでも陸上がメインなんでその練習まあもちろん毎日というか毎週試合に出るわけじゃないんでその合間とかこう練習 今日は落としの日とかとジョグだけジョギングだけするみたいな軽くするポイント練習っていう結構きついメニュートラックでめっちゃ走るみたいな練習じゃなくて落としでジョグだけするみたいな日もあるんですよもちろんそういう時とかだったら全然お仕事できるのでそういう時にやりたいなって思うタレントってでもこの曲はやっぱり体力いるじゃないですか。 だからある意味ではすごく基礎体力があるからいろんなロケとかそれこそ海外に行って何か体験するとかそういうのはすごくできそうですよね。ほんまに思いついたままに言うと YouTube とかでマラソンランナーって今ものすごい多いやん中高年の皆さんその人たちに走るワンポイントアドバイス的なことを10分ぐらいの動画でもうすでにやってるやってないですそれをやるのはタレントとしての資質も兼ね備えて。 って言ったらより伝わるやん。はい、それはどう？今のおっさんのアイデア。あ、うん、YouTube とかでそういう活動するってことですか？そう,そう。今日はまあいやもうタレントとしてよ。それタレント兼ランナーとして。今日は、えー、走るポイントを教えちゃいマックスとか言ってなんかちょっと <laughs> ちょっとマッ入ってたけどてた。え？<laughs> あの北川光が光る光るワンポイントアドバイスとか言いながらねあの。<laughs>

やったりとか、ちょっとたまに挟んだりとかはしてますね。ねやってるんですか。軽くですけど。ああ<ー>。うん、でも、その、それって、なんというか、その、いわゆるタレントになりたいっておっしゃってる、そのタレントっていうものが。どういう状況を描いてるか、まだ把握できてないんですけど。<laughs> 例えば、何、えっ、ー、と、旅番組とかに出たいとか、かそういうこと。ちょっと違う。うん、あんまり考えたことなかった、旅番組。僕言うていいですか。はい。 割と先オープニングで45分あの二人で心のえぐり合いをしたその名残でひかるちゃんの心のうちもえぐえぐりとっていい今、はい、タレントになりたいというより有名になりたいっていう方が近いんちゃういやそうじゃないそうじゃないですねどうなりたいんだう,うんとやっぱ小さい小さい頃から、うん、小さい頃にまずやってたんですよ芸能活動あ,あやってたんだあ、はい、<ー>何 何何子役あ子役してたんですよ役者の<者>ことあ役者をあそうなんですかなんか,なんか出てたでもででちょっとだけしか出てなくてそれでそのもう本当に四歳とかをか得て,てでもなんかその時子役ってやっぱりめっちゃいる時って足のマナちゃんとかが出てる時代子役をやるんだんでその子役のなんか あの激戦みたいな言われた時だったんで<ー>こう思ってたような自分の,その小さい頃描いてたような子役の活動ができなくて、うん、で一回その諦めたっていうか「うん、いやもうよよ私には向いてないわ」って一回なって諦めてでもやっぱりこう諦めきれないってなって。うんうん あのでも私にはやっぱ陸上があるってなって陸上を使いたいってなっていやいやタレントというか芸能活動をもう一回やりたいってなったので有名になりたいからっていうよりはに、はい、あのキラキラした世界にやっぱ小さい頃に憧れてたっていうのがあったのでそれであの私もこうみ見ている方とかに、うん、こう楽しませられたら いいなっていうのがあったので、えーね、はい、はあはあ、それがきっかけなので、まあ。まあ、もう本当に、こう。うん、テレビだけじゃなくて、こう本当に見てる方とか、聞いてる方が。面白いとか、楽しいと思ってくださったら、もうそれでいいっていうのはあるのかもしれないで。泣けるこの感覚を忘れてはいけないんですよ、ね。そう,なそういうことなんだよ。ね、そう、そういうことなんだよ。エンタメで働くって、そういうことなんですよね。お前な,なるほどね。 はい、正しいほんでごめん、えっと、子役はそのド,ドラマみたいなのに出たわけ最初ちょっと。ドラマは結局出れなくて、うん、なんか再現 VTR とかのやつとかだったりとかあ,ーあと CM とかになんかこうオーディション。 で、うん、勝ち取ったら CM 出させてもらったりとか<ー>まあ子役としてバラエティ番組にちょっと出たりとかっていう感じで本当に代表作はとか言われても何もないんですよいいほんで陸上はいつから始めたんはえっ、ー、と中学の途中から駅伝の助っ人として <laughs> 助,っ助っ人から始めてあんた足速いからちょっと助けてなみたいなやつそれでそっから始めて、うん、で意外とそれで結構 何もせないわりに走れたので高校ではじゃ本格的にやってみようってなって高校で本格的に陸上部でぐんぐん伸びたんそうですねそれでインターハイとか全国駅伝とかにさせてもらえるようになってその高校の時にで今に至るというかこれを使って駅の方行こうってええあ一度一度忘れかけてたあの夢そうですこれを使えばいける これはすごい。走り続けるぞ。そしてタレントまで走り続けるぞ。ええやん、はっきりして、ここまでね、高らかに夢を語れる二十二歳の女の子がいますか。これでいい。いいんだよいいよ。偉いわ。偉い。立派です。立派。あの、はっきりして。素晴らしい。ほんで、もともと何走るの、得意やったん。あんなセンスやろやっぱり。二次関内で走る中のフルマラソン。いや、でも、もともと、確かに小学校の時とかは。あの、もう。 長期そう得意ではあったんですけど、うん、なんか小学校の中でマラソン大会みたいな小学校の中であったんですけど校内で、うん、でもそれでまあ100人中100人ぐらいいたんですけど、うん、女子が100人ぐらいいて、うん、でも6番とかで1番とかにはなったことなかったんですよ、うんうん、まあ平均よりは早いみたいな平均よりは早いぐらいで別に1番にはなれないぐらいのでもその時の100人中6番でもなんか。 みんな言はは言って走るけど私全然は言えへんけど普通に走ったら6位になっちゃったぐらいの感じいや普通にきつかったですねでも中学ぐらいから中学校でバドミントン、うん、バドミントンやってたんですよ中学の時、うん、バドミントン部やっててそれで。 えっと、バドミントンも結構体力がいるんで毎日20分から30分絶対走らないといけなかったんですよ、うん、それでめっちゃ心肺機能がついたかなんかでめっちゃ速くなってそれだけで <laughs> それだけでめっちゃ速くなって、うん、あの陸上部の先生から助っ人で走ってほしいって言われてそれ助っ人で,、ねうん、で,で走ったら結構速くてそれで。<laughs> <laughs> 自分で言うのもなんですけど <laughs> いやでもそれは事実だったけどもんね自分でもびっくりするぐらいだったってことでしょいや意外と走れるなーってなって<い>でなんかトラックにもちょっとだけトラックのレースにも中学の時に別に陸上部じゃなかったんですけど、うん、出させてもらったりとかして、うん、なんか意外と何あの陸上部じゃないけど走れるなーってなって、うん、じゃあ本気でやったら結構走れるんちゃうってなって、うん、あの陸上部に高校には入りました。<ー>芸芸大大大選んんだわでななで阪芸大を あもう本当にあのー、進路で私は本当にしたいのは何やって思った時に偉いな常に考えてるな、あのー、やっぱり芸能界に行きたいって思ったんで<ー>あの芸大はその駅伝部もあって で駅でも結構強いくてミュージカルというか演技とかそういうのを学べるってなって<ー>もうここしかないってなってな絶対活躍できるわきました僕は言うのもないけどあの <laughs> 何の太鼓板かわからんけど <laughs> 私は藤本義一さん <laughs> あなたねうね話聞いてるとずっとなんか自分の夢はなんだ進路はなんだっていうのをちゃんとあの 五歳、六歳ぐらいの時から考えているやん。すごい。それがすごいと思う。本当い。あの、本当なんか、しかも、ちゃんと、あの、門叩いてるやん、大学の門、ユニバーサルさんの門叩いて、東京松竹だって、自分で、多分、履歴書が、なんか、送ったやろ。いや、あの、違います。あの、森脇さんから。森脇さんから、スカウト。森脇さんから、スカウトしてもらった。いや、いや、もう、そう、どういうこと、どういうこと。あの、最初、きっかけ、松竹芸能に入らせてもらった、きっかけは、あの、富士山女子駅伝っていう、大学の。 その全国大会、うん、駅伝の全国大会みたいなのがあったんですけど、うん、ははそれで私が出場させてもらってあの走った時にあの区間賞って言ってその区間で一番になったら区間賞っていうのがもらえるんですけど、うん、それ区間賞を頂い,いたんですよ私が、うんうん、その時に解説の,の時に松田明美さんだったんですけど、ね、あのこの子は、えー、とタレントを目指している。 あの一口情報、そうだね、ネタ一口情報、はいはい。それで言わって、それであの森明さんがテレビで見てくださってて、はい、多分家で見てたんでと思う。現場にいたんじゃないの？家でテレビ見てたんだ。タレントを目指しているなら即戦力です。ぜひ松竹へってつぶやいてくださったので、え正直系のいい案んなってあの。 監督私の芸大の監督と。 と増田さんがちょっとお知り合いだったので、それで増田さんと話したいですって言って、あの増田さんにお話しさせてもらって。それ増田さんがあの松竹のあのスタッフさんに、とお話してくださって。あのいろいろごご縁があって、松竹に。だから今のも。増田さんとお話ししたいですって言ったわけでしょ監督に。あ、そうですね。恐れが偉い。普通それせえへん。できないんです。ほとんどの人、僕これもまた本で読んだ話だけど。やろう。 モテたいう人っやで実際にやる人100人中10人ぐらいねんてでやって続ける人って1人やねんてんだからあなちゃんとその門ちゃんと叩くし自分で動くし、はい、で続けるし、うんはい、絶対売れます、えー、売れたいです。<laughs> <laughs> 久しぶりに聞いたな清々しいね気持ちがいい気持ちがいいこれだ僕がずっと悩んでたのこれ全部書き消えた清々しい売れたいですこれですよ金がいいですじゃない売れたいですですよ。田島雅子さんじゃないけども。そうだマジで頑張ってや頑張りますまずはやっぱり僕ほんまオリンピックへ行こうよ。オリンピックででかいや今今の時代もそにな。そこでどうだい ええー、あの大阪国際女子マラソンとかあるんねやろ、はいはい、あの名古屋ウィメンズマラソンとかで。切符勝ち取ってよ、二千二十八かなんかの。はい、行きたい。え、行きたいです。なんでえ、やっぱ肩書きに残るから。<laughs> <laughs> <laughs> はっきりしてる。はっきりしてる。メダルなんか取ってみいな、もう。 それが僕一番近いタレントの道って山高いねんか知らんけどそうなり手が多いから裾の広いねんそうですね上上がっていかなテレビラジオ出られへんやタグがでかけりゃでかいほどいいですよね持ってるこのそうそうそう旗がねあなたの一番の近道は陸上競技に先進しオリンピックでメダルを取ることじゃないかと旗目には思うがそうではないのかい私もそう思うんですよ素晴らしいい戦略だと思うこれはや この4年間は陸上に捧げればでもまあ芸事はね何、はい、かなんか今でもウェイトで言ったら多分陸上の方がかなり、ね、まあそうですねあの陸上をやってる間はもう本当にあのオリンピックを目指せられるぐらいの,あの選手になっての方がいいとは、うん、私も思ってるんで、うん、まあ陸上をメインにあの でききる時にタレントののおお仕仕事事といいいうか芸能界のお仕事をやっていきたいなっててたなでもねこれもね厳しいおっさんの言い方になるけどその要するにねタレントもなかなか片手間でできる、まあ、片手間ではないよあなたはやろうとしてる、はい、そない簡単でもないかなっていうのもないのいやそれはもう本当に、うん、あに小さい頃というか、うん、やあの子役をやってた時にもう。うん もう本当に身に染みて感じたんで、ううん、もう本当に子役の時は仕事なんで全くなかったので、うんうん、あのそんな簡単にはいただけないと思ってるので、うん、もうそれはもう私が結果を出したら、うん、あの面白いと思ってもらえるかなみたいな感じですね。結果というのは陸上の方で,陸上でそうやろ。はい、だからやっぱり陸上やで。そうでね、まずは。四年間でほんまにねこの何2028でロスオリンピックなん。あロスでロスやろパリの。 そこで見たいもん、なんかマラソンで、え、これ本名?。あ、本名です。北川、北川光が今サングラスを取って、ラストスパートです。残り2キロ、北川光が独走態勢に入りましての聞きたいもん,ん。で、カメラの前にバあっ出してきてね,、えー、ね。ほんで。<laughs> 売れたいです。<laughs> <laughs> ゴールして、ーゴールしてな、ヒーローインタビューでな、はい、優勝者インタビューで。それでは、見事ロスオリンピック、女子マラソン。 金メダルに輝きました北川光選手ですおめでとうございますありがとうございます今のお気持ちを聞かせてください、えー、これで芸能界に羽ばたけるチャンスがまたいただけだと思います <laughs> 言うてみそれ言うたらう <laughs> わー何を言うてはんねやこの人ってな <laughs> って繰り返し繰り返し東さんどうですか実は走って誰のでもやってらっしゃる東さんどうですか <laughs> いやこれはね <laughs> 気持ち悪い 当然いいですよ。って話題になること、この上ない。大久保さん、どうです。こら、俺のやり口言うな。そうやね。ほんまに。そうですか。そこまでちょっと。ええ、いて。ほら、はい、で締めるな。いや、だから。そこまで隠してても。ええのかな、どうやろう。どうでしょう。僕、言っとい。までも、言ったら、今、ほんまに。まあ、まあ、な。言っといてもいいんじゃない。かじわじわでいいんちゃう。で、それはきっと悔しいって思って、あの。 なんていうのかな、もうライバル的に頑張ろうってする、もう本当に陸上に全身全霊かけてる人も出てくるとは思いますけど。まあ、現状もいるかもしれないけど、でも、それはそれじゃないですか。それはそれですよ。ごめん、詳しくないねんだけど、うん、今、マラソン二時間三十四分じゃん。はい。えっと、今、オリンピックで、思った二時間二十何分。二十。二十二分、二十一分ぐらいですかね。ね二時間二十一分。はい。あと十三分。はい。ここって、ものすごい壁あんの。いや、ものすごく。ありますね。今は、はい。 いつも思うけどあのマラソンって42.195キロも走るやん、はい、やのに5秒とか6秒のタイム縮めるのが難しいっていうことやんあれってすごい話だと思うやと前いや本当に極限だよねめちゃくちゃ努力されてるというかもうすごくそのためだけにもう練習を積んできてる選手ばっかりだと思うのでじゃあメートル走の今万何秒いう差はかんねん 42.195キロも走って5秒とかが縮まらんという5秒って多分1 2歩ぐらい3歩ぐらい3歩ぐらいですそこは僕すごい極限で本当にオリンピアンってすごいなって思ったりもするからねうん13分縮めれそうどうあと3年4年で うん、まこの、この二時間に三十四分の時は、うん、本当にほぼ練習せずに走ったんですよ。この間。なんですけどノー練習で行ったんや。もうほぼ本当に。いけるって、センスの塊やんか。<laughs> 普通の、あ、ボルト。ひ <laughs> <laughs> かるちゃん、いけるよ。北川ひかるや、北川ひかる、何こ、何回も言おう、北川ひかるいけるで。<laughs> 頑張ります。すごいノー練習で行ったん。んあの、えー、普通の練習というか、普通にマラソン練習はしてないって感じです。あの。 10キロぐらいまで走る練習はして,るんですしてたんですけどマラソン練習はせずに普通マラソン練習ってハーフぐらい走るやろまあハーフとかいやもうちょっと走る三30キロとか40キロ走とかしないといけないんですけどちょっとできなくて, <laughs> あのや,ってなや,やらずにまあたなななんて言われたら2時間34分のタイムで「お前すごいな」って言われへんかった。 えけっ結構いけたなみたいな感じですね。結構,ね結構いけたなみたいな。いけたよね。はい、みんなびっくりしますよね。小さい時からやっぱそれだけなんか運動は得意だなみたいなあったってことか。<laughs> まあ走るも小さい頃から鬼ごっことかな鬼ごっこぐらいまでやってたな俺。あの駆け回ってたとは聞いてますね家の周りとかどこ出身なのちなみに滋賀県です滋賀のどの辺ですか大津市です大津市か大津プリンスホテルかいなあはいそこら辺です琵琶湖の周りを走ったりしてるんですかはい琵琶湖の周り走ったりしてます琵琶湖毎日回るそうやなはい うん、言っただけじゃないですか北川さんねあ,のあれなんですって今陸上とタレントの二足のわらじというか、うん、二刀流って言われてるじゃないですか、はいはい、私も、はい、そういう説明しましたけど、うん、これ二刀流っていうのがなんかあんまり気に入ってないっていうのをなんか事前に聞いてまけどな、うん なんか今二刀流が気に入ってないというかあの今私自称日本で唯一ミュージカルを学ぶ長距離選手っていうキャッチコピーであのやらせてもらってるというかあの結構そういうのを使ってるんですけどそのまあ来月からその大学生じゃなくなってミュージカルを学ぶ長距離選手っていうのが使えなくなっちゃうんですよ。なるほのでその新しいキャッチコピーをあの作りたいなって自分で考えたんですけどそ,のそうなるともう本当に芸 タレントと,、えー、ントとントの陸上選手の二刀流とかっていう説明っていうかなんか普通っていうかなんかの,あのキャッチコピーになっちゃうんでなんかいいのがあったら面白いかなっていうかこうキャッチででも覚えやすくてみたいなのがあればなって感じなんですけどあないいあなるほどねそうか何 <laughs> でしょうね。 短い方がもねそういうのって長くなるとね走る何々とかロス五輪女子マラソン金メダルカッコりカッコり北川光ですあでもそうするとタレント業が入ってないか陸上競技を踏み台にする女踏み台将校踏み台将校踏み台ランナー踏み台ランナー踏み台ラ踏み台ランナー腰掛けランナー

違うな,ああ違う,なうん <laughs>、うん、なんかなんだろうなだから分かりやすパッと聞いて分かりやすいものってことですよねでも「踏み台ランナー結構面白いな」って思いましたけどんやねんってなるもんな「<laughs> はい、踏み台ランナーってなんや」って <laughs> ランナーは踏み台なんです」っていうことですよ、ねうんで「んや」って言たら「ランナーは踏み台なんです私はタレントになりたいんです」うん、そこでいや変な話僕おっさんの考えでねそのそっちから「なんやお前そんな生半可な気持ちで」って。 タレント側からも陸上側からも言われないことを願いたい。そこやね。投げ足取ろうと思ったらいくらでも取れちゃうから。だからそこにリスペクトの感じが生まれてそうですね。だから踏み台はちょっときつい感じ。また V は作りやすいですけどね。向こうから光ちゃん一人で走って現れたのは？って言って皆さんこんにちは踏み台ランナーの北川光です。踏み台ランナー？どういうことなんでしょうか。でしょ。そうや。 「実は彼女!」って言ってインサート入ってバーって走ってるところがあってメダル入ってみたいなでも「本当は?」って言って「タレントになりたいんです」って言ってみんなひっくり返るというドヒャってワイプで言ってるみたいなそうやな踏み台だろうだから踏み台じゃなくてんかその何つうのかな二足のシューズでしたらわらじじゃなくて二足のシューズ片方シューズですけど タレントさん別にシューズとか、履いてるけど別にまあ。わらじとんかつ。違うんだ。もう原型が。大事番大事な二足が抜けちゃったじゃない。わらじだけが残ったじゃないですか。わらじだけが残った。ヤバトンにあんね。ん。わらじとんかつ。わらじぐらいの大きさ。半分に割ってあるげる。どうしようか。大谷。大谷ロス。 大谷ロスゴリン、ロスオータニロスゴリン、北川、東側、西側、南側、光る光らない、光る光る光らない、向こう面北側、東方、北側、滋賀県大津市出身、光部屋、これど、いや、おかしいでしょ、相撲やってることになっちゃうんですね、相撲タレントになっちゃうから、北川光る、北川光るんじゃないです どうしよう走る光る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 目指すはスターだ走る光る目指すはスターじゃなんかそういうことじゃないんだよ違うのかなんかその職業的ななんかこの私がやってるのはこれですっていうあーそうですねこの術語部分を作りたいんですね一言というかタレンティンランナータレンティンランナーああなんかそういうのいいかもしれないタレンティンランナー

何の答えね、それちょっと、いや、踊る、踊る、喋る、タレントを目指していて、走る、もやる、光るです。踊る、喋る、走る、喋る、走る、光る。喋る、走る、光る。喋<ー>る、走る、光る、まあ。キャッチコピーとしては<ー>いいかもしれない、ね。なるほどただ、肩書きが欲しいんですよね。あ、そうか。<laughs> そうですね。そうそうそう。新業種として、この人は、何という職業をしている人か。えー、っていう時に。 例えばラジオコラムニストなんてこのように存在しないけどそれをラジオコラムニストと名前を付けることによって焼きそばかおるさんは自分の地位を今確立してるわけですなんかそういうことじゃないですか野菜ソムリエじゃないですけどもあうまい新たなカテゴリーいいこと言うねその考えで言うとね近づいてきたんうけど新しいカテゴリーを作るっていう野菜ソムリエなんでそうだもんね昔は何じゃそりゃだったじゃないですか今当たり前だけどそうすると走るだから陸上タレント タレン陸上大体のタレントは陸上にいるもんな。陸上マラソンで行くか。マラソンでいいのかな。マラソンマラソンでもいいです。<laughs> マラソンタレント。マラソン,ラソン走るお姉さん。<laughs> 走るお姉さん。違うな。いいですね。でもなんか <laughs> なんかそれもなんかキャッチコピーなんかあのエンターの神様みたいなですね。<laughs> 走るお姉さんってなるから。<laughs> 下川光ってなるから。<laughs>

面白いなこの間の YouTube の声やってない YouTube のオープニングの声もう一回聞きたいねあれどうもレイランですババーンっていう前回の放送で言ってたレイランナです面白いねそれを言われた三山くんも面白いてたよ BBC のうんあんなのなんだ走る光る走る光る走るタレント走るタレ走りタレント走るタレント走るタレタレンタレ 走だからそれもなんかそのなんていうんですかあそうやな選挙ポスターの右肩に書いてあるやつになってるからか野菜ソムリエ的なことなんですよ。<laughs> なんとかランナーとか <laughs> なんとかタレントとか。報道ランナー

でもなんか踏み台をもうちょっとなんかいいやつえ、なにそれカタパルトどういうことカタパルトとほらなんか滑走路あの飛行機飛ばすときにあの船の上にこうピャーって飛んでいくあのああ。助走をつける空母のところについてカタパルトってあるじゃないですかだからカタパルトランナー走るし飛ぶしそうそうそうなんかこう飛躍していくっていう意味合いでどう カタパルトランナーカタパルトランナーなんじゃそらとはなるんじゃないか確かにまずカタパルトはまずカタパルト光るでタケシ軍団みたいにカタパルト光るですこれぞや気になるっていや面白いオリンピックで下にカタパルト光るってなったら面白い何人やろうとから始まるぞカタパルトランナーカタパルト光るカタパルト光るカタパルト光るってなるでしょ 走る光るーーって光るこの間ね <laughs> <laughs> 光るこの前新宿歩いてたらーってなるわけだそうじゃないですかエンターゲールじゃ <laughs> エンターゲーじゃないのよ <laughs> じゃあカタパルト光るで行こうカタパルト光るでちょっととりあえずあの消粋芸能さんで揉んでくださいよこれはあの <laughs> しっかり揉んでください, <laughs> いしっかり揉まなきゃダメです <laughs> ということでえということでね皆さんもぜひあのカタパルト光ることきたが光るさんをですねえ覚えていただいて本当にもう輝く可能性高いですから くと思う飛躍して、うん、そのうち多分「ゴゴスマ」のね,ねあそこにも座ってる可能性ありますから今日のゲストは北川光さんでしたどうもありがとうございましたさていつもですと、はい、この時間はですねメッセージの紹介のコーナーということで、うん、MBS のアナウンサー前回は近藤徹アナウンサーがねメールを持ってきて読みましたけれども、はい、今日はですね、えー、この人が来ています。 大丈夫、クラムストの、焼きそばかおるです。焼きそばかおるさん、お願いします。いただきました。焼きそばかおるさんが、なんとスタジオに、今日はお越しです。いや、あの、焼きそばさん、さっきまでの放送聞いてくださってましたよね。あのね、僕、気づいたんですけど、R1 グランプリの話もしたし、で、北川るちゃんの。あ、北川るちゃんも残ってくれてるね。よろしくお願いします。あの、よく考えた、ら第一回の R1 グランプリのチャンピオンって、大田体るさんで、大田体る 北川しかもあの「どうでもいいですよ」のネタを作ったんが焼きそばさんやねん知ってる焼きそばさんやねんそうなんですか全部丸○ではないんですけども r ワ1の決勝のネタとか予選のネタとか書いてたんで一部ということですご腕の作家さんだよやねんだから僕らなんかに聞くよりもねそのキャッチフレーズだからこう焼きそばさんにね一発アイデア もうここ、もうここは無料でね、焼きそばさん準備の人なのに。そうなんで、急に。そんなことないです。どうですか、なんか今までカタパルト光るっていうのが現状一位なんです。カタパルト光るもいいんですけど、なんかね、ラ、ランニングなんとかっていう。ランニングなんとかですね。ランニングでも、エンターテイナーでおかしいしと思って。ランニングエンターテイナー。あ、それでも、あ、どんながいいですね、わかりやすくて。ランニングか、じ、じ、実況。 実況じゃないか、実況じゃないんです。ランニング。タレント、ランニング。走りながら、なんか魅力を伝えるってことね。そうです、まあ、走りながら。タレント。走りながらじゃなくてもいいんでしょタレント業はタレント業でちゃんとや。まあ、そうですね。あの、二つは一緒のようで違うみたいな。常に走ってなくてもいいわけ。はい。ランニング、エンターテイメントプロデューサー。プロデューサーになるの。広い意味で。うん。 ランタレランガエンターレ P ですか REP またちょっと考えといていただいてまだちょっと時間あります振って回収までが早かったなあと先ほど熊本放送の吉田明夫アナウンサーの話でなんとですねえと連絡がつきましてというか連絡いただきまして今ちょっと電話がつながっているということで RKK のちょっとねお話をしたみよう電話つながってるはい はい、もしもし。あ、もしもし。<わ>こんばんは。吉田さん、すいません。<わ>なんか急に。あ、いえいえ、あのー。電話つないでいただきまして、ありがとうございます。よろしく、ね、よろしくお願いします。吉田明生さんは RKK のアナウンサーさんですね。はい そうです。あのメガネのハイトーンボイスこと R 金金でアナウンサーをしております吉田明。ありがとうございます。曲アナっぽいご紹介。いいですね。若狭さんもこんな感じだったな。そういえば R 金金ね。え、ちょっとちなみにラジオ熊本株式会社ですね。そうなんですね。そういうね。ラジオ熊本株式会社。え吉田さんよくこの番組聞いてくださっているんですか。 よく聞いてましてできる限りリアルタイムでなんでいや石井さん勉強させていただいてますいや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 赤どこで知りましたんこの番組をそもそもえっときっかけはラジコとかでラジコでおすすめに出てきた AI AI の AI にほんならアナウンサー的な番組を聞きあさってたわけですよおそらく吉田さんは勉強しようなんてことでそうなんですよねあの全国津々浦々系列局を中心に、うん、あの面白い番組はないか勉強になる番組やないかということで聞いて回ってましてし、うん、しえ今おいくつでいらっしゃいますか ええ8月に4040 40を迎えるというおおよそじでさっき僕と福ちゃんのなんちゅうことない話でしみわたったわけですね将来どうしようみたいなところで染みした、ね、染みた、あのー、居酒屋の午前2時のあの空気感の中に私もぜひ入りたいと思いながら聞いてまして,てえ吉田さんもう大学出ていきなり RKK? 一度、うん、広告代理店に就職しまして、1年足らずでちょっと退職をして、1> うん、で丸1年、就職浪人をしてからの RKK 入社なんですよ。それは最初からアナウンサーやりたかったけど、みたいなそうなんですあの、えー、初めからアナウンサーを志していまして、うん、ただあの現、大学現役時代にちょっとご縁がなくて。<ー>で代理店に入った 誰もが知る代理店そうですね、業界の方であれば、なんとなくは、でもその1年間で、やっぱりアナウンサー、やりたいなと思ってそうなんですよ、代理店の仕事は、撮影の立ち合いなどもありますので、カメラの前でですね、いろいろお話しされたりだとか、さまざま演じられてる方を見ている間に、いやいや、やはり。 足を通しては、カウラの向こう側で何かを伝える届けるということがしたいという思いがやはりこうですね捨てきれずにやっぱ夢夢だでそれでポンと受けたら出身どちらですか出身福岡ですあじゃあまあ九州というつながりはあってそうですねはいで福岡から熊本へ行きでもう15年ぐらいなるわけですね15年目ですね今担当何されてるんですか。 今ですね、うんえー、J リーグ公式映像の、うんおまあ、いわゆるダゾーンで配信されている J リーグ中継で、はい、ロアッソ熊本のホームゲームの実況を担当しているのと。 あと一つは、えー、RKK ラジオで、うんえー、平日の午前7時から9時まで、うんえー、ウェイキーウェイキーという情報番組を放送しているんですが、うん、その、えー、水曜日のパーソナリティを担当しています。うん、水曜 ちょっとね、福ちゃんが今水差しましたんで、ね、ちょっと怒っときますね。いや、<laughs> ウェイキューウェイキーっていう番組です。一旦ウェイキーの番組ですか。かとこう言いました。聞、うん、<laughs> き逃しました。福島さんごめんなさい。いやいやいや、私あえてちっちゃい声で言ったんです。わかったで、はい、聞こえないように言いました。でです,ね、すみません。でもウェイキーウェイキーが始まったことにより、はい、ええー、午前9時の時報に、はい、ええー 熊本市の北区植木町の企業さんがスポンサーついていただきましウェイクアップってことですねウェイキウェイキそうですあの英語圏の方がですねあの幼い子供さんを起こすときにウェイキウェイキーとウェイクアップとかだとちょっと強すぎるので優しく起こすときにウェイキウェイキって言うらだけでそこにちなんで 本ならやサッカーの実況もやりながらそういうラジオのワイドも一曜日やりながら、うんはい、ていうかあの、うん、吉田さんあれですかあの今度出てて大丈夫なんですかおほんめん大丈夫だと思います編成通ってますか大丈夫ですか <laughs> あの編成ですね事後、うん、報告ということで <laughs> 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 怒られこと願ってまいやでもやはりこの生放送いわばハプニング的な感じですけど私のポストを拾っていただいてこれで電話つないでいただいていうこういうご縁が生放送の楽しさかなって私は思うのでアナウンサーってあんまり同業とゆっくり話す時間がなくてねみんな結構孤独に同じ悩みを抱えてますからね。 福ちゃんと同い年かいや、えとね私は2歳下ですけど、多分入社年度は近いと思います、私、2011年入社なので、そうですね、私は2009年に入社をしてますので、非常に近近いいですね吉田昭夫さんから見て、福ちゃんはどんなアナウンサーに見えてますかあのこれ、もう全然忖度なしで言うんですけど、憧れの存在の一人です。うわ どういういところがで <laughs> ま,あまずは「ザ・タイムで全国の皆さんへ情報をお届けしながら、うん、一方では「m 1グランプリで」でいい笑いを届けているという、うん、あの人を笑わせるとか笑顔にするって、うん、あの口で言うのは簡単ですけど、うん、実際やるとなると。 非常に難しいことだと思うんですよ。はい。ですよね。それを体現しているというところで、なるほど。関係してます。あといいですか、吉田明アナウンサーあの北川光ちゃんというですね。はい。あの二十二歳のね、あのこれから社会人、聞いてくれてましたここまで。あの聞いてました。陸上ふみだいですね。陸上ふみだい。なんかええキャッチ。キャッチないかな。そんなめちゃくちゃ。うん。 北川さんですね、実は X もフォローさせていただいてるんですよ。そうなんだそうなんですか。もともと、はい。ええ。ええ。ありがとうございます。大阪芸大ですよね。そうです。そうです。そうですよね。はい。で、芸大だけれども、陸上競技を頑張っている選手がいるんだという。ところで。ええ、嬉しい。とかに、はい、あの、応援させていただいてまして。ありがとうございます。 この度卒業ですね。ャッチフレーズ。そうですね。じゃあ、あのう、田さん、そろそろあのう、アールに怒られてもあれですので。ちょっと、あの考えといていただいて。次回の放送の時にメールで送ってもらっていいですか。そうですね。次の放送でメールさせていただきます。すいません。ちょっと、焼きそばさんがゲストに来てるのに、一言もし上げて。すいません。ちょっと。スペースの問題で。まことしもかずさんによろしくお伝えください。あの伝えておきます。大ベテランアナウンサー。本当にすいません。今日は急に。 いえいえいえありがとうございますありがとうございますまた改めましてちょっとちゃんとご挨拶させていただきますんですみません失礼しますありがとうございます失礼いたします熊本アルキューキ吉田明雄アナウンサーありがとうございます嬉しなものをお知らせいすごいね生でこんなつながんねえんだヤクマさんやっぱ吉田さんは熊本ではご活躍でああのご活躍でえっと僕であと思ったのは三十九歳ってあのちょうど昨日 えっと RKB の宮脇健一アナウンサーとちょっとお話しする機会がありまして、うん、宮脇さんも39で,、うんでね、実は普段着ギのヘビーリえそうなの、うん、そうなんですか宮脇君っていう福岡 RKB で今夕方の「ただいま」っていう番組の帯の司会者やってるんでえー、っとそれこそね昨日ラインが来てました僕に。 広島の RCC の午前様のイベントに来たら焼きそばかおるさんに会いました「日普段ぎだん着に生出演すると聞きましたよろしくお伝えください」ってこう来てた名前出してくださいって言わんばかりの大事ですもんねそういう戦略はねだから石井さんがさゴルフをさそてそうそうすごくいいスコアを出した宮脇さんと福岡でゴルフさせてもらってあそうこれはもう RKB 杯ですわはっきり言ってそれやらしてもらって39歳って福島さんも37ですけどもももしかし したら、この辺りの世代の方が、今福島さんを、の、あれを、なんか。憧れというか、っていう感じは。それは憧れではないです。一応、みんな憧れ、は安住さんやね。そう、そう、それは間違い憧れは安住さん。これは間違いない。でも、なんか、ちなんか、目つけられてるっていう感じは。安住さんにはなれないけれど、福島さん。ほら、誰がジェネリックだよ。

あもうこれも変えなきゃな。これもだって発見音景があれだから。北川光さんのですね。まさかの野望ですね。私森脇健二さんみたいになりたいんです。これこれに決定。これねなんかもうイメージがポンとできた感じがしますね。あそうです確かにね。でもちょっと語弊がありそうな期間を。 ヒカルちゃんは出してた気がしたんですうんうーん宮本になりたいわけじゃないもんね森彦さんのはい。道筋はたどりたいとは思うって感じですねなんか一回ラジオでなんか呼んでもらったことがあはいありますどんな感じだったんですかえっとその時は本当に小竹芸能に所属させてもらってすぐの時でであの 自己紹介がてらというか出演させてもらったって感じでほ他も結構森脇さんつながりで番組とか呼んでもらったりとかしてるんでもう本当にでも感謝はしてもしきれないみたいな恩人ねはい恩人師匠みたいな師匠ですにあのにんか今思ったらさ大学4年生なわけじゃんもなく卒業言ったらちょっと就職活動ぐらいの時期やんそうですね こんだけおしゃべりができてるという時点で、もうやっぱり天性のモーを持ってはんねやと思うし、その走りも天性のモーを持ってはると思うから、うで神様がこれいける大変だろうな。これいける。いけますか？これいける。ずっとなんかそのわけわかんないちっちゃい事務所の社長みたいなことずっと言ってるいですか？その誰がちっちゃいいけるで？いけるで。ちっちゃい事務所で。いけるな。いけると周りにずっと。えじゃ信じ信じて頑張ります。絶対いける。その言葉信じます。ただただ ロス五輪やで、はい、4年後のロス五輪では少なくともオリンピック代表、うんね、であわよくばメダル、うん、いやちょっと <laughs> いや高い目標やねんめちゃくちゃ高いねん <laughs> 高いねんけどそこぐらい行ってもらわんとそうかまあそれがダメでもね あの、別の方は。絶対残りますから。うん。まあ、目指すのは絶対ね。やってもらいたいですよね。うん、そこはね。うん。でも、なんか今日の話の中で。例えば、トーク番組出た時、例えば、さんまさんと。あの、なんか、番組出た時の。うん、なんか、そう、パワーワードがすごく多かった、ね。確かに、確かに。確かに、その引き出しが多くって。はい。さんま御殿はとりあえず、いけそうです。うけそうです。もう、もう、次回でいけそうなぐらい。<laughs> 私、森脇健司さんみたいになりたいんですって。今度、歌いますよね。<laughs>

えっと芸能人ですか。えでもめっちゃおこがましいかもしれないんですけど、なんか石原さとみさん似てる。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 芸能で言うとまさにそうですね。岩原さとみって言っても大丈夫かもしれない。ちょっと字を変えてね。 なか芸人さんみたいな物ま芸人じゃないですか？芸人みたいな石原さとまないとかね、それ訴えられちゃういいじゃないですか。ね鼻が綺麗。先鼻が綺麗ね。鼻が綺麗ね。え鼻が綺麗鼻が綺麗ということは呼吸がしやすいってことですか？関係あるのかな？どうなんだろう？いや大事な視点。長距離って。 は空気ですからね。確かに呼吸はしないでいいです。だって鼻の上にピッてテープ貼って空気広げるぐらいから。それいらない。それいらん。鼻きれいといことは。やったことないですけどそれもでもどうなんでしょうかね。関係あるかもしれないですね。家族揃って鼻がきれいなんですか。え鼻コラムすごいきれい。鼻フェチですか。鼻フェチですよフェチ。あんまりいないタイプの鼻の形ですよ。 あ、そうすか確かにスッと鼻筋通っスッと前にスッと出てるんでえー嬉しい三角屋根みたいな感じの。三角屋根あ、いいキャッチフレーズいただいたんじゃないえ、三角屋根それえ、鼻が三角屋根の三角屋根の光ですいやいや意味わかんないもうどういうことになりますよねおっしゃる通りだわどういうことですか鼻があってするどういうことですかやくさんこの間ずっと聞いててそれ鼻、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 鼻 花花じゃない、花。あ、よかった。今まで見てきた花が美しい花っていうのは有名人でいったんと、どういう。ええ、でも、今。いいですよね。でも、昔、ひとみさんって、歌手の。はいはい。ひとみさん、ラブにせん。ラブにせん、それこそマラソンでせん。あの、きゅうちん。初めて実物見た時に。こんな綺麗な人いるんだって、い綺麗だったんす待ってくれ、ずっと気持ち悪い話。して これはオイヤでする話じゃないです <laughs> 誰の鼻が綺麗だったわ焼きそばさんわざわざ新幹線乗って東京から来てそういう話じゃないこれは本当にあの北川光さんの鼻カメラっていうのを作ってほしい,ぐらいここに鼻カメラって鼻横からちょっと鼻ばっかり撮ってるカメラってほしいです、ね、<laughs> 需要ありますそれ気持ち悪い, <laughs> い NHK 出た人とは思えないぞ <laughs> 朝一であ,あ, <laughs> あんな爽やかな番組でやってたのにあちょっと爽やかに

ララジジオオがが楽しいぞで出っったとポッドキャスト今来来てててるるもう再びことでその解説をちょっっとととやたたスタジオでででで大吉ささんんん一緒にすすすすすすねねじゃないいそうかかかああははりまメール紹介しし枚だけマカロンきこの間東大阪の石井石油さんで5年ぶりの2度目の 休養しました。サービスが丁寧で、とても感動しました。嬉しい。ありがとうございます。実家。実家でございまして。はい。やらせていただいておりまして。本当にサービス。を一生懸命というのをモットーに。やっている。ようでございますんでまたぜひ、お近くにお立ち寄りの際はと思います。という感じです。ありがとうございます。いい感じですね。ぐちゃぐちゃだな、今日は。あとね、若さアナウンサーが。えっと。 東海 o d s で m m e r になって始まるちゃんとねメイン MC にそそうそうそるうそう、ね、ってことで「t h e t i どうなっちゃうのっていう中川、えーね、さんから引き続き「うあの e t もやりながらその夕方の情報番組の司会もやるから大変だっていうラインがわ,わ,わざわざ僕とこ来ましたからえ<ー>らいつがってるねすごいですよ最近多分石井さんよりも若狭さ,さんとやったい,い浮気しとるな浮気誰がいやだって石井福島やったのが若狭福島になってんのちゃうの 最近はそんなことないから、ちゃんとじいさんのことも考えてるから。なにプレタポルトやったけ、何だっけ先カタパルト。カタパルト光る。カタパルト光るこれも忘汗だかね。夢もしました。カタパルト。ね、カタパルト光る意味は分かんないかもしれないね。はい、ということで今日はもう夢に溢れる放送となりました。お前は本当に。やそばさんもありがとうございました。やなぎささんもありがとうございました。ありがとうございました。またどこかで。 今日もお疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。キさんもありがとうございました。あ顔見せとこんな顔してね。あ鼻見せと。鼻鼻鼻。横横横。そうそうそう。綺麗な鼻。綺麗ですね。すェリダみたいな感じで。もう一回。大クソンさんもうやばいですよ。レんどカードでして。ほんまにほんにまずいっすね。ほんとカード。ちょっと不適切にほどがある。あそうやで。あ有取り入れながら。そうそう。なってフォローするっていう。 この言葉でも結構便利ですよね。不適切にも程があるって言ったら結構みんな救われるんです。そうなの。あれな人がいる。それ分かってて言ってますよっていう。そうそうそうね。まあ以降は言わないようにしないとあれです。けど。確かに確かにごめんなさい。確かにもうスイッチ切りました。ええ大丈夫ですよ。まだまだ。いや僕はね今回本当になんか。 若者というかから何ていうか <laughs> あの頑張るぞっていう気持ち前向きな気持ちをもらえたと思ってなんかパワーいただいたよ。こうおじさんが曲がり道でこうふねふわふわするところでなんかこうスパーンとこう,とこうえそんなんいいじゃんって言われたような気がして言ってないんだけど。何であるんすか。頑張ってやったらよろしいやんっていう感じをいただいたんでね。だからちょっと長距離走るね人生は長距離やでぐらい教えてくれた気がする本当に。今はもう本当に夢を ひたすら追ってるだけみたいな感じなんで。ね、こい。目標だけ目指してるみたいな。何も持ってないからみたいな。ね。うん。スーパーシローぜ。はい。ついていきます。はい。本当に。うん。頑張ります。ロスオリンピックで女子マラソン代表になる。まずはそれを。本当大きな大きな目標ですけど、北川ひかるさん。はい。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで。以上です。さよなら。